ここら辺はね、カムロ坂なんかよりもゆったり見ることができます。この桜のアーチ、清水池公園の桜をちょっと見ていきたいと思います。まだ、満開でもないか、少しまだ花びらがまだつぼみもありますね。釣り人たちが釣りをしております。少し今日はまたこの前よりも咲いてきているんじゃないでしょうか。それでもまだ満開でもないか。おはようございます。まだね、今日がマックスかと思ったんですけど、マックスではないですね。まだこうやって見るとまだやはり金曜ぐらいかな。まあ今日も散歩ルーティンということで桜通りを歩いてみたいと思います。前回の70、前回よりまた咲いてきたと思いますね。これはではちょっとこっちから歩いてみますね。ここはずっと向こうまで続いてます。ひもんやの桜通りになります。この辺りの桜はもうよく咲いてますね。いや暖かいな今日は。本当今日はまあパーカー、この薄手のパーカーできましたけどね、全然平気でしたね。僕はね、カムロ坂の次に素晴らしいと感じているのがこのひもんやの田向公園からサレジオ幼稚園の方に来るこの並木道。少し中入ってみましょうか。はい、これです。すごいでしょ。この桜トンネルは自転車でよく子どもの保育園の送り迎えをしてた頃に、まあ、自転車で走ってた道なんですけど、このアーチが、ここから見えるアーチがとても綺麗で、よくこの、とこから写真を撮りました。しばらくご覧ください。桜のアーチ、車が走ってないとゆっくりと空を見上げることができます。ここら辺はね、カムロ坂なんかよりもとてもゆったり見ることができます。人も少ないですからね。そして、ひもんや保育園のところまで、ここが、桜のアーチ最後ですね。はい、じゃあまたちょっとひもんやの方に戻ってみたいと思います。はい、こんな感じですね。とても美しいです。ひもんやの一番の桜の名所じゃないでしょうか、こちら。実はね、中目黒はね、やっぱり人が多いんですよね。ここはもう本当人もそんなにいなくて、やっぱりいいな。そしてですね、こちらがサレジオ幼稚園のところの桜の木です。これも立派な木ですね。入学式の頃にはもうちょっと散ってしまうのかもしれないですね、今年は。やっぱ午前中っていうのは光の当たりがいいんですかね。昨日もまあ午前中でしたけど、一段と今日は色鮮やかな気がします。円融寺の方に向かって歩いております。こういう少しね、光っていうかこう影になってるところにからこう光が当たってる桜を見るともいいですよね。
で、このまま飲み川緑道の方に、出たいと思います。円融寺です。円融寺の、門の前の桜もこのような感じで咲いております。今日はちょっと円融寺には入らないんですけど、ちょっと向こうの飲み川緑道の方行ってみたいと思います。まあ、飲み川緑道っていうんですよね。まあまあすぐそこなんですね。ひもや八幡からこう桜並木が綺麗に伸びている場所です。でもね、せっかくなんでちょっとね、ひもんや八幡の方行ってみたいと思います。ここから今歩きたいと思います。ゆっくりと、この桜なんか本当完璧じゃないですか。 100% の開花って感じですよね。まあ、100% は言い過ぎか、95% ぐらいですかね。僕はね、これ中通るよりも外側から落とした方が綺麗な気がしますね。まあ、咲いてる桜と咲いてない桜もちろんありますけど、ああそこもいいですね。
碑文谷八幡宮の前の並木道に来てます。ここはね、少しこう切ってね、枝を切ったのであれですけどね、これでも綺麗ですね、やっぱり。ということで、これからちょっとね、まだ飲み川緑道の方を歩いていきたいと思います。ちょっと円融寺抜けて帰ります。円融寺にも実は桜があると。こっち、あ、向こうにもあるのか。ここにも咲いてますね。あ、ここも綺麗ですね。やっぱりこのお寺のね、建物といいですね。まだですかね、ここはね。まだですね。まああと3日か4日はかかるんじゃないですかね。あとここ頭を打つんでね、多分ね、僕の身長でギリギリじゃないですか。あ、ちょっとする。あ、でもなんとか通るという。ここもまあ、こっちがまだ全然だな。少しここら辺はね咲いてますけど。なるほど、とという感じで今日は、また碑文谷界隈の桜を見てきました。また金曜日には桜をまた都内見ていこうかと思っております。もしチャンネル登録、していただける方がいましたら、ぜひお願いいたします。またいいね、グッドボタンもよろしくお願いします。それでは、また。